よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は G3 優勝あり、腰の怪我ありで、はい、ちょっと大変な1年だったと思いますが、その中でもヤンググランプリの権利つかみました、はい、ご自身でどうですか？そうですね、素直にまあ嬉しいという気持ちはあります。まあ今回ヤンググランプリ取れるためにしっかり練習してきたので、まあ、しっかり頑張っていきたいかなと思ってます。体の状態とか今は腰とかは大丈夫ですか？そうですね、もう今のところは問題なく練習できているので大丈夫です。で、練習仲間の吉田優輝さん。そうですね、心強い後輩が一緒に走ってくれるとのことなので、自分はまず吉田についていくことからだと思っているのでしっかり頑張ります。番手ということで。そうですね、はい、番手です。チャンスのある位置だと思うんですが。そうです、まあ、吉田がしっかり勝ちに行くレースをしてくれたら、まあ、自分にもチャンスが生まれるかなと思っているので、自分はまずついていくことからしっかり頑張っていきたいと思います。最後改めて意気込みお願いします。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、楽天系のゲームスト本当選手のご覧になります。